肺の組織は一応四十個四十、うん、件に体ある、うん、あってと、まあ、分解して福岡工業大学の長渕客員教授が取り出した液体肺がんなどの患者から切除された肺の組織のうち病気になっていない部分を溶かしたものですこの中から見つかったのが 直径五ミリ以下のマイクロプラスチック、数十人分の検体すべてから見つかりました。蛍光発してるでしょ。色がついてるでしょ。緑、はいね。あれナイロなんかやっぱ人によって違って、あの結構あのプラスチックが入ってる人もいるし、あんまり入ってない人もいる。ただ確実に入ってる。 マイクロプラスチックとは、主に身の回りのプラスチック製品が紫外線などで劣化して細かく砕けたもので、分解されにくいため、海などに残留し続けています。長渕客員教授はこれまで、人間による活動の影響を受けにくいとされていた高い山の上や南極、北極などでもマイクロプラスチックを検出してきました。 大学の一角に設置された観測機器この辺り、特に空気が汚れているようには感じませんが、何が測定されるでしょうか1立方メートルあたり、およそ10個のマイクロプラスチックが含まれていました。 大入るだけを考えたら、呼吸で150個から200個は、毎日吸ってる長渕客員教授は、複数の手法を組み合わせて、10マイクロメートル以下のより小さなマイクロプラスチックも、迅速に検出できる手法を確立。 見つかった物質の成分を特定しましたポリスレン、ペット、それからポリプロピレンのあたりがやっぱりよく出てきますねそれとあの塩ビ、ポリ塩化ビニルが多いですよマイクロプラスチックの場合はあのもともとどこでもあるからどなたも吸い込んでますよという病気になった人だろうか あの病変のない人であろうとみんなここ数年血管や心臓肝臓胎盤脳など人体からマイクロプラスチックを検出したとする論文が海外で発表されています人体にはどのような影響があるのか長渕教授の手法を使ってマイクロプラスチックの解析を行ったのが長崎大学病院です 今までの医学の手法では、プラスチックっていうのは注目もされにくかったのかなというところですね。うん、まあ、長渕先生が、あの、開発された手法だったら検出できる。解析の対象となったのは、気管支肺胞洗浄液。肺の病気を診断するために、生理食塩水を気管支から注入して回収したものです。そこに、 マイクロプラスチックが含まれているか調べたところ今回解析を行った十四名すべての患者さんからマイクロプラスチックが検査されたということが分かりました調べた数は多くないもののすべての検体から見つかったマイクロプラスチック吸入することで全身の炎症との関連を示唆する結果が得られました

体の炎症の数値が上がることが知られていて、それと一致する結果でした。ただ、まだ解析した数が少ないため、現時点では病気との関連は不明です。心臓や血管、呼吸器の病気など、健康への影響がどれくらいあるのか、今後、さらなる検討が必要だと指摘します。今回見つかったとはいえ、まあ、待機中の、まあ、 濃度とと関連があるとかそういういい示ししははできてはいませんし実際に病気との関連などもですね、まだまだわからない状況でもあります。えーまあ、患者さんの数を増やしたりしながらとか、生活との関連性とかを調べていけたらなとは思っております。自在に形を変えることができ、安価なため、夢の素材とも言われたプラスチック。その小さな欠片が、私たちの未来の健康にどう影響するのか。 注意深く探っていく必要があります。